はい、地下鉄の中コントロールルームへとやってまいりました。めっちゃ振動する。さあ自動運転か、これ地上に向かってんのかな、もう着くのか、えらい早いな。東京か、まあ、ちょっともう少し車掌気分をちょっと味わってくれよ。いいね。あ、ついた、落とした。あ、普通にいるよ。こんにちは、何かご用でしょうか。こいつらはもうダメだ心がねえ。こっちでいいのかな、こっちは空いてんの。こっちは特になんかなさそうだな。いやー、ここはザ・ロボットがいちゃうんだね。こんにちは、ウォールシティ99の住人さん。ウォールシティだと、あれ、ウォールシティってあれ、もともと来たんじゃなかったっけ。もともと外じゃないか、それ。この辺にペンキを塗っています、ご注意ください、良い一日を。あ、でもちゃんとペンキあるんだな。ただ反復運動してるだけだもんな。動かないエスカレーター。あ、そっか、エスカレーターってエスカレーターね、階段状がバン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 ってなるんだっけ。いらっしゃいませ、なんかめっちゃ出迎えてくれんじゃん。こんにちは、ウォールシティ99の住人さん。外に出るドアは現在規制によりロックされています。外に出れるん。何かリクエストがあればコントロールームの公認エンジニアにお題された。なるほど、もう外は目前に来てるな。でも外に行けば行くほど普通のザ・ロボットになっちゃうね。あ、いい、あ、なんだここ、あー、だいぶ上に来たってことか。もう壁は厚くそこなので。こんにちは、私は現在たくさん窓を見たくめて磨くことです。何か言うのいかどうぞ。えらい綺麗だね。やっぱこのロボットたちのおかげで綺麗さは保たれてるんだ。みんな公認エンジニアっていう。ふい。セキュリティルームはセキュリティプロトコルによりクローズされています。人間だけはアクセス権を認められているようです。どうすんだよしかもセキュリティプロトコルは私のことを人間とみなしていないようです。実験だ。まあ、それはしゃあない。私たちが協力すればこの通路を通れるようにできるでしょう。なるほど。単純に動物かどうかって話か。ここは届かない。うん。一応もう一回。あ、なるほど。開くのね。すげえ。ん？どうすればいいんだ？なあ。届かんだ？あ、届かんだか。これか。No task。こいつに助けてもらおう。おお、やべ、押し抜けられた。まるでルンバのように吸い付いていった。よし、これでいけるだろう。いや、俺は絶対それ良くないと思うけどな。下手したら永遠にしまっちゃまんまになる。あれ、ダメだった。あ、もっと気合い入れてなんだろうか。ちょ、遅い遅い、指導が。はいはいはい。なんで重ねていいわ。なんで、あれ、これもしかしてもう一回か。いや、違うか。あ、軍会。ここはコントロールルームです。ここで町全体を支配していました。でも今は誰もいません。コントロール。彼らは大嫌いでした。ここには全て揃っているのです。綺麗なスペース、無限のパワー、移動できる自由、良い暮らしをしていました。
ああ、人間がいた頃か。町の厄介者だったのです。思い出しました。みんなが死んでいったのに、彼は自分たちの方が上だと勘違いをして、何も手助けをしてくれなかったですよね。ああ、神になろうとしたが、私の家族も目の前で死んでいきました。私はなんと無力なのでしょう。家族を救うことも、ことすらできなかったのです。なるほど。しかし私はあなたを救うことはできます。一緒にアウトサイドへ行きましょう。人間だった頃の記憶、私が愛した人々、すべての思いと共にね。いいね、急に詩人になったか。おっと、メモリーが最後までいったな。もう終わりかな、この冒険。定義好きに、こいつは上から見下ろしてコーヒー飲んでたってよ。あ、スミティエなやつだな。導け。うえ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 。7番マコールみたいな感じで。どこにおったんだろう。あそこのタワーはあれだね。あの、めっちゃ追いつ、ね、通信機設置したとこだよね。ってことはやっぱこっちが街の方向か。なんか見覚えがあるような、ないような。そんな感じだな。上はもうすぐ天井。おや。なんかあの辺行ったような気がするけど。いいね。もうほんとただの一角なんだな。一角や？なるほど。ウォール・イン・ウォールっていうのもなんか新しいね。さあ行こう。これです。メインコンピューター。復活した。開けんの？ついに。コンピューターによると、何年もの間、誰もここに来ていないようです。ずっと昔にロックダウンが作動して、街全体が封鎖されてしまいました。え？されていました。これをオフにすれば、私たちは脱出できます。他のシステムはオンのままにしておく必要があります。ここのコンピューターには必要なデータがあります。これは全部起動させなければなりません。なるほど。あなたがその対応している間、私はシステムに入るためのパスワードと暗号キーを探します。ほう、なるほど。俺にそんな大役を。大丈夫。誰も。なんだ。踏んできゃいい？ん？これ？ん？あ？てこと？おい。なんだ？ヒントあんのかそれ。あ、合ってんのそれ。あ？着いた。これキーボードでいいか。なるほど。そんな簡単に押すだけでいいのか。あ、ふい。そうだ、全然か。成功しました。ありがとうございます。発見しました。町の解放方法が分かりました。ここの何かがおかしいようです。おお、最終ボス出てくんだよ。待って、ここに何かがあります。ウェン。ルーフコントロールステーション。ロック。ロックロック。システムイズロックド。ほら、街を解放するワークステーションです。しかし、セキュリティレイヤーがあって使えません。できる限りのことをしましょう。私はマシンをハッキングするので、あなたは配線を引っかいてください。引っかく必要ある？それどうすんの？夜だったらバクテリアたちが出てしまうぜ。昼に行こうや、昼に。え？どこの話をしてる？ここか？あ、これか。ふい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 。はい、じゃあさ。行くぜ。
前ハッキングせんのか。いや、ハックしよう。そこれでハックできるの謎じゃない。2回。あ、お、大丈夫か。システムに問題に時間がかかります。なあ、俺若干ちょっと心配になってきたんだが。え、大変です、急がないと。これ、あ、これか、これ配線か。なるほど、隠れてんのか。じゃあこっち先にやっときゃよかったか、もしかして。急げ急げ、早い早い、いつもより早い。やれ、大丈夫か、お前消えんなよ、絶対。逆ハックされんなよ。おい、すげえ不安だわ。ここは、ここはセーフ事項。やめろ。ほんと、ほんとだな。やめろよ、そういうのは。命大切にしろ。絶対リセットされんなよ。俺はそういうの許さんぞ。これの配線は、どれだ、どれ、な、教えてくれ。ん、こ、あ、これか。あ、くんかい。行くぞ。すげえ、不安だけど、行くぞ。おい、こ、この小さいボディは、無理かもしれません。いや、大丈夫です。問題ありません。ワークステーションに運んでください。アラームをオフにできます。ほんと大丈夫か、お前。指示終了。封印中。成功しましたね。私は無事です。よかった。大丈夫か、ほんとに、ほんとに大丈夫か、つぶつしてるけど。お伝えしたいことがあります。町の中央コントロールシステムの機能をオフにするためには膨大なパワーを使います。私の限界を超えるような膨大なパワーです。でも今セキュリティがオフになっています。なのでシステムを操作して町を解放することができます。システムを浮気すると私のソフトが壊れる可能性があります。しかし最初にここのコンピューターへ接続したとき、私は決断しました。そしてその決断がこの結果をもたらしたのです。申し訳ありません。一緒にアウトサイドを見ることはできないでしょう。人類の記憶を引き継がなければと思っていました。過去の出来事を忘れないために。けれども私はここの住人たちの未来を見たくなりました。あなたの未来を、ほら、取ってあげますよ。あなたは私の友達でした。本当に最高の親友でした。ありがとう。もうなんかデータのバックアップをさ、ネットワーク上に残しとけよ。あ、 B、 おいおい、起きろ。おいおい、何やってんだよ。くえ、せめて最後は一緒にいようってか。解放されんのか。いや、もしかしてさ、バッジ全部集めたらなんかいいこと起きるとかある？これ唐突に開けて大丈夫か。上、よう落としか溜まってなかったな。めっちゃ落ちてきてるけど大丈夫かな。あ、こいつは浄化されるけど、でもこの日陰にうまく隠れたやつらは浄化できねえぜ。あー、浄化されていく。シュパン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 、世界に光が。モモ、誰だっけ。あ、ガーディアンか。ギター抱えて、よかったな、昼で。え、あ、セキュリティモフになるのか。でもさ、よかったな、昼で。本当に真上ぐらいじゃないとこの光届かねえだろ、太陽がね。ダービー、別に背中を取らんでもよかったんによ。
さあ起きるか。いやー寝んのかい。わかった。じゃあこの扉が開ききるまで一緒にいろ。何段階あんねん。すげえ開いていくな、うん、ずっと黙ってたわ。このまま終わろうと思っとったり、喋らざるを得んくなった。長いな、すごい階層になってる。めっちゃパラパラ落ちてるけど大丈夫かな。そもそも家族を探しに来たんだよな。まあ家族の元に帰るっていうのが目的だったんだ。まだある。そんないきなり開けんでも。なんだ。ああ、なんか防護壁か。ああ、シャッターね。格納部分の。なるほど。じゃあ、また来週。来週じゃない。また次、やっていこう。多分もう終わりに近いんじゃない?さあ。外に向けて最後の一走り行きますか。置いてくんか。あ、いい空だね。まあ、ここは鍵か。まあ大体のあいつらは日陰のところに逃げてったんだね。もう名前忘れちゃった。持ってけねえのか。最後まで一緒にいようぜ。さあ、あとは地上に出るだけ。すんなり出れるか?でも、完全な地下の部分って結局、でっかいやつがいるもんね。まだ。あ、そっか、ここまだ、ここだな。よし、開けろ。さあ、待ちに待った外の光が、目の前に。帰ってきた。ああ帰ってきたよ。なあ P、 帰ってきたぞ俺は。クンクン、いいね。外の香り、草花の香りがするんだろうな。まぶしいな。なんだパピカ。B はどうにかしてできんかったんかな。ちょっと調べよう。これはん?なんだ。寝起きのミルク。はあ、終わったー。いやーなんか切ないな。確かに外には出られたんだけど、まあ一人置いてきてしまったからね、親友を。まあ一緒に連れてってあげれんかったんかなとは思うけどね。これちょっとなんかうまくそのバッジをね集めたらなんかすごく道が開けるんじゃねえかなと思うんだけど、最後の BBB は何だったんだろう。ちょっと調べるけど、ストーリー
やーほんな、なんかいろいろゲーム要素というかあっていいよね。なんかあんまりその飽きさせない感じ。ええ嘘、エンディングの分岐がないだと、ショックショック。あーそっか、ないのか。ショックだなそれは。そうか、全部取ってなんかいい感じにさ、みんなのこの思いをさかけらにして B を復活させるみたいな、そんな話はないのか。いろんな要素混ぜんだ。はい、じゃあもう完全に終わりですねこれで。まあ、人間はね、全部追いなくなっちゃってね。まあ、高みの見物してた奴らも最終的には、まあ、死んじゃったっていう。まあ、そりゃそうだよね。で、外の世界は、まあ、すでに浄化されて、普通に動物生きていけるってことだよね。で、これ出た後、結局、ね、あの猫はね、移動できた、移動というか、家族と再会できたのかな？そこが、心配だね。最終目標はそこだからさ。ね、友達の頑張りをね、なんとかバトンにしてつなげていきたいよね。まあ、その結果が、まあ、アンドロイドも、ロボットたちも外に出られると。地下からの解放。なかった、何もなかった。そうか、何もないのか。いやー何もなかった、何もなかった。はい、じゃあここでストレイ終わりにします。いやーすごくいいゲームでした。センチメンタルにもなるし、うん、だからやっぱゲームってね、何か教えてくれると、俺はそう思うわ。やっぱこのいかに自分の中にね、思いとして残して、ね、今回は地下からの、まあ、解放、光を目指す。で、家族との再会で、まあ友達、まあとのまつらい別れもね、ありますし、まあ大切な人生をね、やんでいけたらな、ということですね。はい。そんなこんなで、また違うゲームでお会いしましょう。こちらを見て。では、バイバイ。